台場からこんにちは。現在39分になったところでございます。本日はですね、こちらウルトラウォーキング参加していきたいと思います。具体的に言うと100キロの距離を1日かけて歩き切るという企画です。どうなるか分かりませんが、最後までよろしくお願いいたします。今回具体的には箱根を目指すルートとなっておりまして、そちらに向かっていくって感じですね。一応他人を映さなければ撮影 OK ということだったんで撮っていきたいと思います。補足説明です。箱根まではご覧のように公式ルートがあります。途中にエイドと指定コンビニがあり、そこに立ち寄る感じで進みます。もう歩いてる横に駅がありますよ。さあ、まもなく4時30分ですが、ウェーブスタートなんで、先にあちらの方がスタートされるって感じですね。自分は16時35分。5、4、3、2、1、スタート。頑張れ。俺もやけど、まもなくスタートです。4、4、3、2、1、スタート。よっ、それじゃあ行きます。じゃあウォーキングを。右手にはお台場を象徴するフジテレビですね。まずはですね、レインボーブリッジを渡ります。到着いたしました。レインボーブリッジ展望遊歩道でございます。それではこちらを進んで品川方面向かいます。レインボーブリッジからの景色でございます。さあ、出参りました芝浦口。ここからですね、引き続き品川へ向かいます。時刻は5時34分37秒川沿いを歩いていますが、だいたい1時間歩きました。記録的にはこんな感じでですね、平均速度 6.18、ちょっと早いぐらいですね。5キロ毎時でも余裕なんで、今回ペース上げすぎずに頑張りたいと思います。頑張って歩いておりましたら、こちらラーメン二郎品川店でございます。本日は営業してないですね。しばらく商店街が続きます。今は鮫洲商店街、旧東海道の案内が見えてきました。ひたすらこっち歩くって感じですね。第一チェックポイントの指定コンビニ到着いたしました。こちらですね。一応ね、今のところのコンビニで補給してもよかったんですけど、特にお腹も空いてないというところで、次のチェックポイントを目指します。次はですね、こちら宮本大緑地というところですね。さあ、いよいよ国道15号かな、出ると思います。第一京浜ですね。15号を歩いてきましたが、案内に横浜が見えますね。横浜川崎蒲田駅近くまでやってきております。第1エイドまでもう少しだけ頑張ります。頑張って歩いてまいりました。横浜まで14キロ、川崎まで1キロ、なんだかんだでエイド到着しました。食べ物とかもらえるはずなんで持ってきます。見にくいですからサンドイッチもらいました。食べて元気出します。時間ですが、こんな感じですね。まあ大丈夫なんじゃないでしょうか、このペースでいけば。で、今この宮本大緑地にいるんですけど、次目指すのはこれですね。横浜南軽井沢店、国道15号行くという感じです。頑張ります。それでは出発したいと思います。時刻は7時56分21秒。映ってなさそう。来ました皆さん、ついに神奈川県川崎市入ります。さらば東京。横浜絹田歯科の看板も出迎えていただいております。特に面白いところもなかったんで撮ってなかったんですけど、時刻は9時を過ぎました。ひたすら国道15号ですね。神奈川警察署付近までやってきました。全然つかないっすね、指定コンビニまで。ちなみに今の時間は9時50分53秒。宮前商店街までやってきました。こっちですね、神奈川駅到着でございます。神奈川宿歴史の道みたいなのがありますね。時刻は9時58分29。青木橋を進んで、まだまだ先は長いと。よし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 、やっと着きました。指定コンビニ、セブンイレブンですね。時間は10時11分。こちら指定チェックポイントでございます。一応29キロ地になってたんですけど、ちょっと次で 30.97 キロぐらいのところにありました。はい、トイレだけ行きたいと思います。そういえば次どこ行くか行ってなかったんですけど、ここですね。次ダイネードは戸塚にあるローソンなので、何か面白いことがあれば撮ります。再度頑張って歩いてますが、こちらですね、東海道53次保土ヶ谷宿以上。距離的には今3分の1くらいで、6時間7分くらいで、時間としては10時43分と。さあ頑張ります。今回のウォーキング、最初で最後かもしれない踏切。あれ、まだ来んの？まだ来んのかよ。めっちゃ人乗ってる。やっぱ
53分。まだ来るやん、これ。長えな。なんだ次は。東海道線。行こう。こんなところで時間を食いたくはない、正直。ついに案内に小田原と戸塚が出てきました。小田原47キロ、戸塚6キロ。小田原遠いな。まだ47もあんだ。頑張ります。戸塚入ります。入ってきた。たった今日付が変わりました。12時。距離としてはこんな感じですね。7時間25分、40.7 号機。フェイスはまあまあいい感じなんで、ちょっと足めっちゃ痛いですね。あんまり見えます。戸塚入ったんですけど、こういう感じで箱根駅でマンホールあります。以上です。多分向こう側に戸塚駅なんですけど、今回は寄らないです。12時47分50秒、まもなくローソンの江戸です。ちなみに距離はこんな感じですね。だいぶずれてるというか、3キロぐらいの誤差はありました。一応42キロ地点にローソンって書いてあったんで、ね、うお、あぶねえ。こちらの稲荷寿司と味噌汁ですね、いただきました。というわけで1時8分19秒、そろそろ出発しようと思います。ちょっとね、もう夜も遅いんで、できる限り声は小さく、まあほぼ喋らないと思います。頑張ります。ちなみにこんな感じになりました。平均速度はこれぐらい守っていけばいけるんじゃないでしょうか。今こんな感じでヘッドライトもつけています。ここから本当に喋れません。真っ暗い。では声出ちゃいました。時刻は4時26分27秒。もうさすがにちょっと声出して良さそうなんで声出しますが、これあれですね、サザンのやつですね。茅ヶ崎サザン C です。いいですね、頑張ります。4時40分、長い間海岸歩いてきましたが、出ていそうなんで出ます。ああ、ようやく。ちゃんとしたホテルパシフィックだ。時刻は4時51分。ようやく大磯の表記が。そしてこのタイミングで平塚市に入ると。ただいまの気温22度。それじゃあ入ります。湘南大橋からの景色は綺麗です。皆さんもぜひ一度は体験してみると良いと思います。決定的瞬間は撮れてませんでしたが、だいたい13時間を目前にして 66.7 ということで、だいたい3分の2ですね、歩き切りました。しんどいです。ついに来ました、大磯町。入ります。ついに大磯入ります。やったー。長く海岸沿い歩いてきましたが、いよいよ終わりですね。こっち行って小田原方面向かいます。これ来たな、来ました、第三関門。ケッケです。はい、このさつま揚げをいただけるということで、いただきたいと思います。つま揚げいただきます。お腹も満たされたんで次行こうと思います。まあこんな感じでちょっと休んじゃったんで、平均速度が5キロ切っちゃったという感じですね。次目指すのがこの指定コンビですね。次は小田原か、もういよいよ洪水駅のちょっと先ぐらいになります。ここからも一歩道だな、頑張ります。もうちょい休んだ方がいいから、まあいいや、行きましょう。沼津まで56キロ、小田原まで18キロということで、この辺の道はですね、過去に熱海に自転車で行った時に通った道なんですよね。ちなみに、えい二宮入るぜ。 I'm my soul soul いつも入りました。皆さん前方ご覧ください、小田原市です。入りました。ちょっとね、もう動画撮る記録も残ってなくて唐突な感じになっちゃいましたけど、とりあえず良かったです。時間は8時19分38秒です。と思ったらすぐに二宮でした。走り出せ走り出せ。はい、再度出した。よかったよかった。ひとまず神津駅を目指して参りましたが、神津駅前ですね。向こうにあるのが神津駅です。今日は行きません。まもなく指定コンビニ、8時57分5秒神津近くの指定コンビニに到着いたしました。あー、よかったよかった。ここがチェックポイント、こんな感じです。距離としてはこんな感じで81キロぐらいですね。じゃあもうちょいか、登ります。
時刻は9時13分17秒大体15分ほど休んだんで次行きます。いよいよ箱根、ここですね。第4エイドファミリーマート箱根湯本店、一応関門15時なんですけど、まあさすがに大丈夫だろうっていう感じはしておりますが、気を引き締めて頑張ります。案内表示にも箱根と酔いよ見えました。いやーでもようやく終わりか。ようやくここまで来ました。東海道小田原宿山王口ですね。行こう、箱根行っちゃいます。あと7キロ、時間は10時34分4秒。だいたい今上板橋にいます。90キロ付近と標高が上がってますね。確実に風が強いです。川の流れも速い。いやー疲れた。ついに来ました、本日の最終目的地箱根。まだね、石畳の地獄ルートがあるんで全然油断はできないんですけど、とりあえず入ったというところで終わった。あー疲れた、マジ疲れた。ここに来て恵みの風が、マジで道が険しすぎる。うお、危ねえ。はい、どうも、見てください。行きます。はい。はい、どうも。こちら中の方入ってます。なんだか到着いたしました。給品はキュウリと塩もつり。時間は12時20分。準備も済んだので、そろそろ行こうと思います。ここから先はね、もう戻れないんですよ。クイズミリオネアで言うとドロップアウトできないみたいな。行くしかないです。頑張ります。今の記録はこんな感じで 4.78km 毎時 94.30 度。これ雨降ってたらちょっと厄介ですね、まあ、パラパラなんで大丈夫ですが、今はですね芦ノ湖に向かっております。ゴルチェンですね。めちゃめちゃ山道です。でも何度見返してもここなんですよ。気をつけて進むしかないです。雨も結構降ってるっていうね、最悪の、まあ、そこは仕方ない。くず原坂、くずの葉が美味しいってると。一応ですねこの道合ってるか不安だったんですけど、これがあるってことは合ってますよ。よかった。この道なきに進むってやばいですよね。いや、来た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 。こっちを行くと。はいはいはい。これね。うわ。こっちはこっちでしんどそうやな。進んでおりますが、こっちは断崖絶壁。こっちはもうドロドロですね。いやー。最後のこれはやばいって、きついって。これ進んでいいんだよな。大丈夫なんこれ。あ、でも上から行けばいい？上からクリアしてやりました。いいよ。やべえ、マジで動画撮るほどの余裕なかったんですけど、もっと流木があったりとか、もう危なかった。よし、こっち、はい、来ました、割石坂の石畳地獄。あー、でもまあここを越えればもうあと少しのはず。坂は坂で怪我するよっていうぐらいの坂ですよ。下り坂危ない。ちょっと動画やめて、ちょっと真剣に乗ります。すいません、こういう場所であれなんですけど、ぬるっと100キロ行きそうなんですよ。ちょっと気をつけながら100キロ目指します。来たか、100。坂やばい、来ました。あー100ですよ。愛は地球を救ったんだ。あ、疲れた。全長何キロなんや、マジで。石畳を抜けて箱根旧街道一律か。てかまた石畳じゃん。さすがにもう頂きは近いか。もうやばい。次階段っすね。なんて読むのこれ、樫の木坂。あー、もう終わりあんのかよこれ。元箱根3キロ、さすがにもうちょいだろう。景色はめちゃめちゃいいな。これもう RPG だと進めないやつですよ。あのなんか一定条件クリアしないと。もうよいしょ。もういつまで登るんだよ。口悪いのは許してください。もうしんどすぎる。ついに足のここ半島出てきました。ラストラストラスト、ついに来たぜ。めっちゃ霧がすごい。いやラストやマジで。いや来た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 。ちなみにタイム的にはですね、23時間を切れるかどうかというところです。こっから 1.7 キロくらいあるんで結構微妙ですね。でも絶対走ってはいけないので歩きます。本気で。ラストの案内かなこれ。着きましたがかなり微妙。間に合うかこれ。霧すごい、霧が。いけるか。早歩きですから走ってないです。本当にいけるかこれ。うわ、1分前。ゴールゴール。31だかな。結果が微妙いんでちょっと後ほど確認します。ちょっと飲み物飲ませてください。止めるの忘れてた。止めます。ちょっとこっちは過ぎちゃってます。はい、いろいろ写真とかも撮れて満足です。じゃあちょっと先にストラバの記録から見ましょう。距離としては 107.33 キロ、歩数134,936、移動時間は20時間33分3秒。ほぼ仮眠取らなかったんで、はい、結構動いてましたね。で、公式タイムですよね。
問題は。一応名前隠してるんですけど、記録から特定されるんで、まあもういいかなって感じです。悪いことやってないし、もう特定したい方は心の中に留めておいてください。じゃあ絞ります。まずは43秒で59分で22時間と、無事23時間を切れましたね。良かったです。いや嬉しい。というわけでそろそろ動画を終わろうと思いますが、まず皆さんもウルトラウォーキングに参加して人生観を変えましょうと言いつつ、まあ、そこまで人生観は変わらないです。箱根はねレベルが高いんで他のレースの方がいいと。まあこんなところですかね。はい、じゃあ皆さんも、ウォーキングやりましょう。以上です。